皆さんどうも、サーリカどうもです。いつもトモスターをご覧いただきありがとうございます。本日はタイ入国に重要な COE の取得の方法が変更になりましたので、急遽動画を作りたいと思います。短い動画ですので、最後までご覧いただければと思います。変更が1点だけあります。 COE の取得方法が若干変更になりました。変更前は COE を取得するための、書類をこう全部揃えて、大使館に提出して、で COE を承認してもらった後に、航空券を皆さん予約されてタイに入国されてたと思うんですけれども、これから、申請される方に関してはまず先に、航空券のを購入してから、COE を取得するような、流れになっています。また、帰国便に関しても、前回の動画から増えてまして、航空券の予約または購入の受付に関しましても、タイの大使館のページから飛べるようになってますので、動画説明欄の、リンクから飛んでいただければと思います。今日の動画は、これで以上になります。ちょっと短かったんですけど、いつもご覧いただきありがとうございます。本日の動画役に立ったっていう方はいいねを、またタイの入国情報、またはタイの生活とかタイの情報にご興味ある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。